ペネデスは、スペイン・カタルーニャ州に所在する、ワイン産地。スペインワインの原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリフェンでは、原産地故障に認定されている。ペネデスに拠点を置く著名な生産者には、ミゲルトーレス社、フレシネ社、コドルニュー社などが挙げられる。カタルーニャ州バルセロナ県の47自治体、タラボナ県の16自治体にまたがっており、クマルカとしては、 ベネデス地域全域、アノヤ軍、アルカム軍、バッチリブラガート軍、タラグネス軍の一部が含まれる。地中海沿いのガラフ山海や内陸部の標高の高い山地に囲まれている。ヨーロッパでも古くからブドウを栽培していた地域の一つであり、スペイン最高のワイン産地であるリオハに次いで評価の高い山地の一つである。特にスパークリングワインであるカバの産地として知られ、 栽培品種はカバに使用する白ブドウ品種が優勢だが多く損で熟成された評価の高い赤ワインも生産している。行政区分としてのペネデス地域とワイン産地としてのペネデスペネデスはカタルーニア州タラゴナ県とバルセロナ県の66自治体で構成されている。その中心にはビラフランカダルパナデスがあり、すぐ近くには カバのワイナリーが集中するサンサドゥルニラのヤがある。ビラフランカデルパナデスには14世紀に建設された王宮があり、現在ではワイン博物館として使用されている。その他の主要な町にはビラノバイラジャルトル、シッチェス、アルバンドレーなどがある。ペネデスは以下の3つのサブゾーンに区分されている。ペネデス地域は外して地中海性気候であり、夏季は国暑となり、 陶器も温暖である。スペインの他地方と比べて、降水量が多く、年間を通じて、強い風が吹くことはない。しかし、ベネデス地域は、山がちな地域であり、海抜に近い海岸部と、標高800メートルを超える山岳部の間には、細かな気候の差が生じる。この地域の農民は、標高の高い内陸部の開墾を続け、 少しでも大陸性気候の恩恵を受けようと努力している。海岸部は暑く乾燥するが、高地はより高層回数が多い傾向があり、年降水量が900ミリメートル以上となる場所もある。外して温和な気候であり、降水量はブドウ栽培に理想的な量である。ペネデス地域はブドウ栽培に適した石灰質の土壌である。 ギリシア神話に登場するヘイラクレースの敵だった3頭の巨人ヘイリオンがカタルーニャ地方にブドウをもたらしたとする伝承がある。ビラフランカダルパナデスのワイン博物館などに展示されている考古学的証拠によるとペネデス地域でのワイン生産は古代に遡り、紀元前6世紀にはフェニキア人はこの地域にシャルドネシュを導入した。現在ではシッチェスの デザートワインに用いられているスビラとパレントダネをこの地に伝えたのはギリシア人であるとされる。ハンニバルの父でカルタゴの将軍だったハミルカルバルカは紀元前3世紀にビラフランカダルパナデスを開拓した。第二次ポエニ戦争でローマがカルタゴに勝利するとローマ人はペネデス地域でワイン生産のための基盤を築いた。8世紀以後にアラブ人がこの地を支配した。 13世紀初頭に、ジャウマ一世がアラブ人からカタルーニャ地方を奪還すると、キリスト教徒の支配下では、教会の周囲にワイナリーが建設され、貯蔵されるワインが、盗賊から守られた。コドルニウケは1551年にはすでに、上流ワインを生産していた記録があり、コドルニウケの熟成庫はスペイン国定記念物となっている。一方で、 トーレス家は17世紀からこの地域にブドウ畑を所有していた。ペネデス地域にはブドウを栽培するという条件をつけて土地所有者が農民に土地を賃貸する制度があり、19世紀にフィローキセラが流行するまで長期にわたって続いた。18世紀にはスペイン領土の南アメリカに対するペネデスサンワインの需要が前例のない規模で高まった。 1870年代には、コドルニウケのホセラベントスによって、スパークリングワインであるカバが初めて生産された。1860年代以後に、ヨーロッパ全土をフィロキセラが襲うと、しばらくして、カタルーニャ地方もフィロキセラの最下に見舞われ、多くのブドウの木が破壊された。コドルニウ社によるカバ生産が好調だったこともあり、地域全体で、 黒武道から白武道への転換が進んだ。1932年に原産地故障制度であるデノミナシオンでオリヘンが制定されるとヘレスケレスシェリーやリオハなどと共にペネデスも認可された。第二次世界大戦終結直後にはミゲル・トーレス・カルボーがミゲル・トーレス社のワインをヨーロッパ中で売り歩き、ヨーロッパにおいてスペイン産ワインへの認識を深めた。 原産地故障認可がなされたのは1932年だが、実態としてのペネデス原産地故障統制委員会が発足したのは1960年である。1960年代から1970年代には、ペネデス地域がスペインのワイン産業における技術革新を経引し、スペインで初めて温度制御機能を有するステンレスコー、発酵タンクを導入した。 ペネデスでスティルワイン生産が本格化したのは1970年代である。ミゲルトーレス社などの革新的なスティルワイン生産者は栽培する品種を増やし、カベルネソービニオン種やシャルドネ種などの国際品種のクローンセレクションによって株の改良を行った。1979年にフランスのゴーミヨシが主催したワインオリンピックでは、 ミゲルトーレス社がボルドー格付け畑部門で優勝して国際的な注目を集めた。カバの主品種であるマカベオシュバッジパナディスの低地平原からアルトパナディスのオンアナピークに向かって伸びる地域は幅広いブドウ品種の栽培に適している。より典型的なスペインの黒ブドウ品種種、カベルネソービニオン種、カリニエナダネなどは高温多湿の海岸平野に見られるが、 それらの地域でも白ブドウ品種の比率が増加している。内陸部の高地では、スペイン度着種のチャレロダネとマカベオ種の比率が圧倒的だが、ペネデス地域の生産者は長らく実験的に、フランス品種とドイツ品種の小規模なブドウ畑を持っており、近年では、マスカットオブ、アレキサンドリア種、リースリング種、ゲビュルツトラミネールダネ、シュナンブラン種、シャルドネ種なども導入されている。 これらの品種はブレンド可能なブドウ品種の幅を広げており、カバ生産に重要な役割を果たしている。標高800メートル以上にまで広がるアルトパナデスのブドウ畑はヨーロッパで最も標高の高い場所にあるブドウ畑の一つであり、この地では土着種のパレヤーダダネが支配的な品種である。カバはステルワインの生産と密接に結びついており、 近年のカバの成功によって、スティルワインにも技術革新がもたらされている。スペインの他地域では、株仕立てのエンバソ方式で制止されることが多いが、ミゲルトオレス社は、国際品種をすべてコドンロワイヤ方式、またはギュイオ方式で制止している。ミゲルトオレス社は、数々の国際品種を栽培しており、ブレンド技術を駆使して、評判の高いスティルワインを生産している。 黒葡萄品種も緩やかに地位を取り戻しているが、地域内では少数派に留まっている。ペネデスでは以下の品種が認可されている。スパークリングワインのカバ、ペネデスはスペインのワイン産地の中で最も現代的で革新的な産地であると広く認められている。ステルワインとカバを合わせて数百のワイナリーがある。カバで有名なワイナリーにはフレシネ社やコドルニュー社などがあり、 その他には、カステーブランチ社、ユベイワインキャンプス社などがある。フレシネ社は、スパークリングワインの生産者としては、世界最大であり、スペイン国内では、リベラデル・ドゥエロや、プリオラート、国外では、フランスのシャンパーニュ地方やアメリカのカリフォルニア州、などにもワイナリーを持つほか、ボルドー第2位の規模のワイン賞、イボン・モーシャを参加に置いている。高品質だが、 規模の小さい家族経営のワイナリーも多く、その代表格にはカバスボレット社が挙げられる。ステルワインで最も有名なワイナリーはミゲルトーレス社であり、ミゲルトーレス社は個人所有形態のワイン生産者としては世界最大の生産量を持つ。その他にはピノール社、ジャンレオン社、マシアバッハなどがあり、ジャンレオン社はカベルネソービニオン種やシャルドネ種などの国際品種から、 生産したワインを高級ワインとして確立させた。コドルニュー社が所有するマシアバッハのワイナリーは、ムンサラートを望む丘の上にあり、延べ数千メートルにも及ぶワインセラーを持つ。マシアバッハのエストリシモバッハは、スペイン最良の白のデザートワインとして有名である。ペネデス原産地故障統制委員会は、各年のビンテージを発表している。ありがとうございます。